こんばんは、どうも、ハイブです。私たち、丸2ヶ月ぶりのライブになります。ちょっとね、テンション上がりすぎてね、ステージドリンク忘れちゃったよねさっきそこまで用意してたんだけど、まあいっか、いけるか。まあね、私たち、そうですね、2ヶ月間まあ、ライブはお休みしてたんですけども、別に休憩してたわけじゃありません。来年の2月にですね、私たちはハイブ結成して、やっと丸1年になります。あ、そうなんだよ。そう、1年経つから、やっぱなんかしたいなと思って、まあ、詳しいことは言えないですけども、今、順調に、まあ、練ってます。練りにしてますよ。ね。近々ね、ブログとか、ツイッターの方で発表したいなと思ってるので、皆さん期待して待っててください。ね、まあ、2ヶ月経ってもう季節が変わっちゃったよね。そう、すっかり秋になっちゃったなと思うんだけど、まあ、私は夏の方が好きです。最近はなんか雨がね、いきなり降ったりとか、ゲリラ豪雨とかさ、地震とか最近すごかったよね。ね、そう、それが嫌だなと思って、なんか天気予報もあんま当たらなかったりとかして、あんまり好きじゃないです、この季節は。まあでも、そのなんて言うんだろう、だからってわけじゃないんだけど、こう先のことを予想して不安になるみたいな、若い子って、まあ私とかもまだ20代でそういう場面ってあると思うんですけど、なんかそういうのすごい嫌だなと思って、なんか予想したって、予想するのは簡単だけど、なんかその予想を当てるのって難しいじゃん。もうだから予想するだけ無駄かなってなんか最近思って、そうやって予想してなんかひるんで動かないぐらいだったら、なんか動いて失敗して、その時になんか考えて対処した方がいいんじゃないのかなって、人生楽しいんじゃないのかなって最近思います。で、まあ今日は木曜日か、明日金曜日で、明後日週末でしょ。明日頑張ればみんなね、解放されるわけじゃん。明日がもしかしたらなんか嫌なこといっぱいある日かもしれないけど、まあもう今日の今のね、自分には関係ないと思うんで、それは今日はとりあえずここにいるっていうことで、それだけで意味があるから、もうみんな楽しんで、日常なんて捨てて帰りましょう。